はいさーい、庄司の未来課題の時間です。私はヨガトレーナー東洋医学研究家の庄司です。この番組は庄司の体験したことや気に入ったこと、好きなこと、ハマっていること、そして食で健康になっていくということを楽しく伝えていく番組です。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは761@fmkoza.jp です。また、庄司のツイッターアカウント、@庄司、SHOJI、_beauty、BEAUTY でも受け付けています。もちろん、フォローやリツイートもよろしくお願いします。また FM コザではツイキャスト、YouTube ライブで映像と音声の配信をしています。 FM コザのサイトからも見ることができるので、そちらもお楽しみください。また番組の模様は番組終了後 FM コザの YouTube チャンネルにて見ることもできますので、どうぞそちらもお楽しみください。それでは今日もスタートです。よろしくお願いします。はいさーい、庄司の未来課題の時間です。2月20日土曜日お昼過ぎ、皆さん楽しく過ごされていますか？今日も庄司の未来課題スタートです。今週はですね、先週カリフォルニアから杉本家のねお二人にゲスト出演していただいたんですけれども、やっぱり私のお友達なのでね、やっぱり話が弾んでしまって、30分だけでは収まりきらなかった部分があるんですね。で、それをちょっと後半の部分でご紹介していきたいと思っております。そしてですね、質問も結構いただいておりますので、それにもね、お答えしていきたいと思いますので、どうぞ楽しみにしてください。それでは今日の放送もスタートです。よろしくお願いします。それでは今日の前半戦はですね、私はヨガトレーナーでもあり、東洋医学研究家でもあり、で、それで施術師でもあるんですよ。太鼓式マッサージの資格をね、全部持ってるんですけれども、で、しかもセラピストの資格も持ってるんです。結構ね、いろんな資格をね、取らせていただいてね、ほんと充実した毎日を送らせていただいてるんですけれども、今日はですね、ちょっとスピリチュアルなお話をしていきたいと思います。で、私もスピリチュアルのことは結構大好きで、自分でもいろいろ実践したりとかしてね、やっているんですけれども、その中でですね、ちょっと危ないなって思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、皆さんがね、神様を信じているように、私も神様のことは本当すごく信じていますしね。で、龍神様っていうのも信じてるんですよ。本当に龍がいると思っていて、人に願いを叶えてくれるって本当に思っています。はい。で、やっぱりそういうね、いっぱい、自分が思っていたことをね、現実にさせてくれたことがいっぱいあるのでね、その神様ももちろんですけど、龍神様も信じているんですけど、で、2年前ぐらいから、その龍使い様とかね、龍神様とかっていうお話とか、YouTube とかね、本とかいっぱい出てるんですけれども、その中でやっぱりいろいろ見させていただいた中で、ちょっと自分が一番ピンときたのは、大杉光さんっていう方だったんですね。で、別に特別にすごいことを言ってるわけではないんですけれども、やっぱり龍神様っていう存在を信じていれば、龍神様は、秒で結構早く願いを叶えてくれるんですよ。だから自分もいつも心を落ち着けて周波を高くして、で、いれば、自分の願いっていうのはどんどん引き寄せられるんですよってお話をしてくださっててね。で、一時期ね、私、ブログとかでも上げてたんですけど、龍神カードっていうのを今でも引いたりしてるんですよ。で、それでいつもね、前向きな気持ちを保ってるっていうのもあるんですね。で、その龍神様のこともそうなんですけれども、最近ですね、すごくハマっている YouTube があるんですけれども、ケンジスピリットさんっていう方なんですけれども、で、その方はそういう、潜在意識のことをすごくお話ししていて、すごく、いいお話なんですよ。で、とてもね、気持ちも前向きになるし、あ、いいな、この YouTube と思って、最近はね、1日1本から2本ね、お話を聞くようにしてるんですけれども、サムネイルではね、顔を出されてるんですけれども、動画の中では、お話だけされてるんですよ。で、何を映像で撮っていらっしゃるかっていうと、ペンで、
字を書いてるところをずーっと撮影されてるんですよ。それで、なんで潜在意識のこととか、自分の夢を叶えていくこととかを、こうやって文っていうか、なんていうのかな。単語にして書いてくれてるんですよ。で、そういう風に人ってなんか文字がこうやって動いていくものを見ると引きつけられるって言いますよね。で、何気にこうやって見ちゃったりしますよね。だから私もそういう字を書いたり絵を書くね、動画って一時期書いてたんですけれども。で、それでお話もしてくれてて、で、そうやって字で残っているから、後でね、あ、そういえばこの話、こういう話をしてくれてたんだなとかね、わかりやすく説明してくれてるんですよ。で、それを読んだ時に、見た時に、あ、自分のね、思いが叶わなかったのって、こういうことなんだなって、すごく思ったんですよ。で、なのでね、そのケンジスピリットさんのね、お話、ぜひね、見ていただきたいなと思うんですけれども、その中ででもですね、私が、私の願いが届かなかったのもこういうことなのかなと思ったんですけど、ジェラスを感じることなんですよね。うん。やっぱね、なんていうのかな、自分では意識はしてなかったんですよ。ケンジスピリットさんの動画を見るまでは。だけど、2021年、これだけは本当にやめた方がいいことっていう動画だったと思うんですけど、で、それを見てるときに、見ててお話を聞いてるときに思ったんですけど、あー、すごいジェラシーを感じてたんだなって思ってて、で、嫌いな人がいてもいいんだよっていう人、ことを言ったんですよ。で、本当はこういうことを言うのは失礼なんですけども、私もそう、好きじゃない方っていうのは確かにいます。でも、やっぱりそういうね、いろんな動画を見てきてて、で、そういう人も作っちゃいけないのかなって無理に思ってたんですよ。でも無理に思ってても、その自分の中の潜在意識っていうのは残っているわけじゃないですか。だから、気にしないようにしてたんですよ。気にしないようにするためには、なんか、なんていうのかな、フォロー、SNS をね、フォローとか してるじゃないですか、お互いに。だけれども、なんかそれを切っちゃうっていうのもなんか失礼だしなぁと思ってて、ブロックするのもと思ってたんですね。だから、ずっとフォローしてない状態にしたんですよ。だからよく見ないようにしてるんですね。で、その見ないようにしてたっていうのも、それもジェラシーだってことに感じたんですよ。あ、だからかと思ったんですね。で、やっぱりジェラシーを感じる人っていうのは、自分が、にないものを持っていて、羨ましいっていう感情が潜在意識の中にあるんですよっていうふうに、そのケンジスピリットさんお話をしてくれてて、で、思い返してみれば、そうだなと思ったんですよ。で、やっぱりその SNS とかはね、見ないようにフォローを外してたっていうのは、その人のことを気にしないようにしてたっていう。で、やっぱり自分がなんでフォローを外したかっていうと、やっぱり自分がそういうふうになりたい。なんかそういう風になっていきたいことをこの人は実践しているから、見たくなくてフォローを外してたんだなって思ったんですね。で、それでですね、そのブロックが外れた時に、その今まで自分の中でジェラスを感じた人のから、いいねとかね、シェアとかがポンポンポンって入ってきたんですよ。あ、だからすごいなと思いましたね。で、やっぱり潜在意識で感じているものはちゃんと自分に引き寄せてくれるんだなっていうのがすごく実感しています。だからそのね、ケンジスピリットさんのね、ぜひ動画もね、ぜひ見ていただきたいなって思っております。いろいろあります。なんていうのかな。変なことっていうか信じがたいことを、変なことじゃないですよ。信じがたいことを言ってないんですよ、何も。で、しかも、ケンジスピリットさんもおっしゃってるんですけど、1円もかかりませんよ。このことを実行するのはって言って。で、いろんな動画も見させていただいてるんですけど、本当自分の中の意識を変えていったりとか、自分の中でちょっと行動を起こすだけで変わっていくことなので、何も難しいことはなかったです。で、しかもね、どん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 毎日楽しくなってくるんですよ。で、そうしたらね、お客様からとか、先生なんか最近顔が変わってきましたね、またね、って言われるんですよ。もう目が違うし、なんかその内から出てるオーラもね、すごく感じるって言うんですよ。で、だから、あ、本当にありがとうございますって、私とにかく毎日笑うようにしてるんですよって。
面白い動画を見つけて、とにかく笑うようにしてて、で、とにかく笑うを意識してるんですよ、つったら、多分それがなんかオーラとなって見えてるんじゃないですかねって、でもそれを感じ取ってくださって、ありがとうございますっていうね。こういうこともね、なんかね、言えるようになった自分がとても嬉しいんですよ。だから今ね、ほんと自分が好きですね。だから、今50歳なんですけれども、その、自分がね、そのスピリチュアル系にハマって実践してるっていうのは、もうね、3、4年前ぐらいからなんですけれども、もうほんとその3、4年前ぐらいから、要するに47歳ぐらいの時から、もう47歳の時は自分が今が一番好きって言ってました。48の時も今が一番好きって言ってました。47の時よりも。で、49の時よりも、今が本当に好きです。もう本当楽しくて、本当にもうワクワクしますね。で、そのね、YouTube をの話なんですけれども、で、先週ね、テロップでは出したんですけれども、杉本愛さんのね、ビログなんですけど、ひらがなじゃなくて、アルファベット文字で調べていただくとすぐ引っかかります。だから先週はね、言い忘れちゃったと思ったんですけれどもね、テロップで出ているので、見つけた方もいらっしゃるとは思うんですけれども、ちょっと気づかなかった方はね、愛って AI ですね。AI、杉本、SU、G、杉だから、SU、G、I か。I、M、O、T.O. ですね。で、調べていくと引っかかるので、ぜひぜひ見てください。本当にね、本当にね、お料理も上手だし、お化粧も上手なんですよ。で、私もそれにね、メイクアップアーティストを目指してたことがあったので、やっぱりそう、ネイルとか、化粧とか、ヘアってすごく興味あるんですね。で、だから、それを見てると、本当あやい化粧も上手だなってすごく思うんですよね。だから、すごくいろいろ研究熱心なんでしょうね。だから素晴らしいなと思います。で、準レギュラーの中野千里さんのね、YouTube もぜひ参考にしてみてください。私もね、そんな毎回見てないんですけど、たまに見させていただくと、あ、さすが千里ちゃんだなと思います。なんかすごく説得力のことを、あることを言ってますし、やっぱり世界中で活躍されている、美容家なんだなってことがね、すごく実感します。で、私にもその千里ちゃんがね、開催した、その、自己開発の、セミナー、合宿に参加したことがあるんですけれども、やっぱりね、中野千里さんは、その人に勇気を与えるエネルギーを持ってるっていうふうに、及川亮先生っていうね、この先生もね、いつかビデオ、私のね、ラジオに出演していただきたいなと思ってるんですけど、ほんと、及川亮先生も素晴らしい先生で、私の顔を見た瞬間に、こんなにね、自由人は久しぶりに見たよって言われたんですよ。もう顔を見た瞬間に。で、2017年にお会いしたんですけど、2016年の君は、人生で一回あるかないかの最悪の年だったよって、自分で分かってるよねって言われたんですよ。そしたら、はい、って、ほんと最悪の年でしたって言ってたんですよ。で、そしたらもうね、もうそこまで落ちたら絶対落ち、それ以上のことはないよって言われたんですよ。で、顔にもう全て出てるからって言われたんですよ。へーと思って、で、いろいろお話を聞いていくと、本当にね、なんか実感できることがすごくあるんですよ。及川亮先生も。で、だからもう本当に、及川亮先生は YouTube 多分やってらっしゃらないと思うんですけど、Facebook はやってらっしゃるのでね、ぜひぜひ、私やっぱり昔ね、ケンちゃんっていう名前で出てたので、ケンちゃんって言えばわかります。うん。ちょっとね、いきなりフォローするんじゃなくて、やっぱりケンちゃんのね、ラジオ、沖縄のラジオを見て、フォローさせていただきましたとかっていうふうにお話しかけていただけるんだったら多分全然大丈夫だと思うので、でも人相学の方ですごくお優しい方なので、別に突然ね、何でしたっけ、フォローさせてください、フォロー、お願いします。友達つながりお願いしますってやっても多分大丈夫だと思うんですけど、でも一応ね、そういうルールっていうものがあると思うので、一応 DM を送ってね、お友達申請出された方がね、いいんじゃないかなって思っております。ぜひね、その中野千里のオペラチャンネルですね。猫ちゃんがちょっと出てきて、なんかちょっと喋ってるような感じなんですけれども、ぜひ中野千里さんのオペラチャンネルも、杉本愛さんのビログ、あとはね、ビデオを撮るための、ゲットレディ、っていうコーナーとか、あとはね、ゲットレディが化粧してるやつなんですよ。で、あとはお買い物したものとか、
あとはですね、使い切ったものの感想とかね、やっぱり本当女性らしいね、杉本愛さんも女性らしいね、YouTube を発信してるので、ぜひぜひそちらもご覧ください。それでは今日も曲紹介に行きたいと思います。マックスさんで、ラフカットダイヤモンド。この曲はですね、アキちゃんが脱退されて、美奈子さんが戻ってきた時の最初の、リリースした曲なんですね。で、やっぱりね、そのマックスの結束力っていうのを歌ってる感じでね、まさかね、この日が来るとは思っていなかったですね。美奈子さんが戻ってきて、またオリジナルメンバーで再会するっていうのは、もう本当、もともとね、マックスファンだった方もね、待っていたことだと思いますし、私も、待っていました。アキちゃんがね、抜けてしまったのは残念なんですけれどもね。だけれども、20周年の時に5人でライブをやった時は、もう本当感動しましたね。で、5人で高田を踊って、で、高田も歌ったんですけれども、いや、すごいな、と思いました。くぼみねへらさん、ヒャダインさんがやってる番組で、それで久保さんかなが、誰だろう、ちょっとごめんなさい、忘れちゃったんですけれども、マックスが5人揃った破壊力がすごいって言ってたんですけれども、私も本当そういう実感しました。で、その時に出した第1弾目のリリースの曲です。ぜひぜひ、YouTube とかでもね、聴けると思いますので、ぜひ検索してみてください。それでは後半戦に入っていきたいと思います。後半戦はですね、先週入りきらなかった杉本愛さんのお話をすべて収録したいと思いますので、ぜひそちらをお聞きください。それでは、どうぞ。カリフォルニアに行った時に、アイアイになんでジムってあんなに混んでんの？って聞いたら、いや、そのために、移住してる人が結構いるんだよ。だから、それエクササイズ意識がやっぱ高い人が多いんですよね。多いっすね。うん。ねえ、美味しいものを食べる。うんうんうん。ですよね。うん。体を動かして食べるの。うん。で、食べるのを我慢するんじゃないんだよね。うんうん。で、やっぱり夕飯の模様っていうのをよく見るんだけど、絶対っていうか、私も絶対乗せるようには、絶対っていうかほとんど乗せるようにはしてるんですけど、うん、やっぱりアイアの食卓を見ると、お肉結構多いですもんね。お肉は多い。ね。必ずお肉があって、何、副菜っていうか、あってっていう。プロテインは、拳一握り、自分の、うん、は、取るようにしてる。うん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 。で、本当になんかその料理とか見てても、すごい美味しそうだし、ああ、すごいご主人幸せだなと思うのね。で、ただね、私、米めっちゃ好きなんですけど、ええー、食べさせてもらえないんですよ。でも、ご主人思うんですけど、アイアイが作ってるものを食べた方がいいですよ。だって、ちゃんとその、なんだっけ。もっと言って。で、ちゃんとココナッツオイルを使ってるじゃない。そうそう、ココナッツオイル。うん。で、ココナッツオイルが入ってるバターとか使ってるじゃない。そうそうそう。ご主人、そういうのをね、積極的に取るようにした方が。ついてるもの、うん、だからオンリーココナッツオイルなの、うん、ね、ほんとすごいアメリカのものってそういう健康にほんと気を使ってる食べ物っていうのがすごくいっぱいありますよね。そう、うん、だから選びもすごく健康的に食べられるんだよね、うんうん、うんうん、ね、ほんとに思います。で、やっぱり野菜とか果物も多いもんね、うん、で、種類がほら多いし、そして安い、うん、だってそのリンゴとかもね、その食材には税金かからないから、うん、あ、かからないんですね。そうそうそう、うん、だからレタスにはかからないけれども、うん、加工されてるものにはかかるみたいな。ああ、ハムとかソーセージはかかるってことなんですね。そう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 、うん、おお、だからマーケットでお野菜買ってくる分には本当に、うん、安いね。ああ、だってリンゴとかもね、アイアイとかご主人にいろんな種類を試してね、食べ比べとかやってますもんね。うん。うん、で、私いつも思うんだけど、唐揚げ対決やってたじゃないですか。うん。で、大体なんかご主人が負けを認めちゃうじゃないですか。いや、負けだよ。負けとかないとややこしいな。そんなことない。でも本当、ハイハイは本当料理上手だからね。本当見てて思います。ぜひ今度行った時はぜひ唐揚げ対決に参加させてください。ぜひ。あと餃子？
あ、餃子もぜひぜひ、餃子対決も。私ももうとにかく食べるから、ぜひぜひ、その対決をぜひ、よろしくお願いします。ジャッジね、ジャッジ。うん。ね、ジャッジします。で、今やっぱりアメリカに手紙とか送れない状況じゃないですか。まだ船便しか出てない感じなんですか？船便、郵便は船便だけみたいな。うんうん。あ、小包みとかはもう全然あるけど、郵便がもう船便になっちゃうって感じなんですね。ヤマトさんとか、うん、あと、なんだっけ、フェデックスとか、うん、DHL だっけ、は、小包は、うん、出るんだよね、うん、の飛行機。うん。だけど、うん、郵便だけが船便なのかな？うん、あ、でもそうみたい。自分もあいあいに送ってたじゃない？郵便を。で、やっぱり郵便局に行くと、もう今船便しか出てないので、もう2ヶ月、3ヶ月お待ちいただきますけど、って言われるんですよ。あ、じゃあちょっと一回持って帰りますって言って持って帰っちゃったんだけど、で、その、サプリメントっていうかあの子って私たち呼んでるんですけど、あの子を送ってたじゃないですか。で、うん、あの子。で、それをポミ君にちょっと食べてもらってて、そのポミ君の変化っていうのがなんかあったんですか？ポミタはですね、もともと今は、うん、もう10歳ですので、うんうん、ご高齢なんですね、うんうん。で、いつだったっけな、数年前から心臓が肥大を始めてるって言われて、うんうん、で、モリリーがね、心配してくれてね、うん、それを送ってくれて、食べてるんだけど、うんうん、そうだね、怒ってんの？やめて。何？まず、うん、ちょうどね、その食べ始めた時に、うん、ラッシュができてて、うんうんうん、買い替えになってたのよ、いろんなところが、うん、病院にも行ったんだけど、うん、それで毛がね、うん、抜けちゃってさ、あ、抜けちゃって、うん、そうだけど、その後ね、もうすぐだよね、うん、良くなってきて、結構ね、綺麗にしっかり生えたし、あ、戻ってきたんですね。うん、そう、すぐだったね。うん、そう、なるの早かったよ。うん、で、あと、ボール遊びすごい好きなんだけど、うん、ちょっと臭いのね、うん、彼。うん、ですぐ足くじいたりとかするんだけど、あ、痛いよとかやってるんだけど、うん、それもね、特に病院連れていかなくても、すぐ良くなったんだよね。うん、へぇ、じゃあ、の子の威力すごいですね。そう、あの子ね、うん、ぜひぜひ船便じゃなくて飛行機便がね、また出たら必ず送るので、そうそうそう、ぜひぜひ、そう、うん、ポミ君も心臓もね、進行してないし、うん、うんうんうん、よかった、うん、ね、本当ね、ポミ君もちょっとサミちゃんが切れちゃってるけれども映像から切れちゃってるけどで、サニ君もね、本当杉本家ね、本当私応援してますので、これからも楽しいビログと、あとご主人も体に気をつけて、どうぞお仕事、いろんな場所を飛び回ってください。ありがとう。庄司への質問コーナー。はい、たまにね、こういう質問コーナーもね、発表していきたいと思いますので、ぜひぜひお付き合いください。質問もね、ちょこちょこ来てて、ツイッターの方から来たりとか、あとは直接、聞くこととかもあるんですけれどもね、一番やっぱ多いのは、先生いくつですかっていうこと、まあ、前にもね、お答えはしたんですけども、まあ、50歳です。で、先生なんでそんなに50歳なのにシミもシワもないのって、最初、私、その30代前半ぐらいかと思ってましたっていうふうに聞かれるんですけれども、で、やっぱりいつもお答えしてるのは、2月の頭、あ、ごめんなさい、1月の16日とね、23日と31日の日ですよね。30日の日ですね。中野千里さんにね、出演していただいてお話をさせていただいてるんですけれども、やっぱりその糖の取りすぎっていうことも私も気をつけてるんですよ。で、もうそれも私も3年前から実践してるんですけれども、やっぱりね、糖を制限するっていうことではなくて、やっぱり私チョコレート大好きですから、チョコレートも食べますし、で、アイスクリームも食べますけれども、やっぱり取りすぎに気をつけるようにしてますね。で、やっぱりちょっと落とし穴なのは、やっぱり果物なんですよ。中野さんもね、お話ししてましたけど、意外と果物って果糖っていう糖があるので、その糖質っていうのがすごく高いんですよ。だからなるべく控えてますね。でもほとんどね、フルーツは食べないです、私。だから例えば、
誰かがプレゼントしてくださったとかね、あの、先生おすすわけですって言ってくれたりした時には、あの、ありがたくいただいてるんですけれども、それ以外はあんまり食べませんね。はい。で、あとですね、これはちょっとツイッターの方からいただいたんですけれども、M さんからですね。M さんですね。庄司さんは、運動は何されてるんですかって、結構綺麗な体してますよねっていうふうに、すいません、どうもありがとうございます。ですね、私、ヨガ以外実は何もしてないんですよ。で、コロナ禍でね、ジムが行けなくなった時に、まあ、これサインだったのかなと思うんですけど、ジムをそこで退会したんですよ。で、それでやっぱりや、運動しないとは思ってたので、うちで今確かにヨガはやってたんですけれども、腕立て伏せとアブローラーをやるようにしたんですよ。そしたらですね、なんか、ジムでトレーニングしてるようにも筋肉がついてきて、で、コロナ開けたら、先生なんかすごい筋肉ついてないですかとか、なんか、筋トレしてる人とか、なんかすごいちょっとバルクアップしてませんかとかって言われたんですよ。腕立て伏せとそのアブローラーしかしてないですよって、それだけでそれですかって言われたので、そのまま退会したまま戻ってないんですよ。だから、それ以外は特にやってないですね。はい。それでは、今日もエンディングに入っていきたいと思います。杉本愛さんもね、ほんとね、貴重なお話をしててくださってね、本当に感謝、感謝です。でね、アイアイと呼ばせていただいておりますけれども、アイアイにもね、また出演していただきたいなと思っております。ぜひアイアイのね、ビログもね、皆さんチェックしてみてくださいね。それではね、また来週からね、ゲストも出てきますので、ぜひどんなゲストが出てくるか楽しみにしててください。それでは土曜日の午後、楽しく過ごしてくださいね。それでは、また来週。バイバーイ。